ちらスーパーで買ったケルシュマケルンの特産ワインで、他にはなかなか出回らないと言われているとネットで見たケルシュとソーセージイエイっていっちゃってください。いただきます。いくね。うん。ああ、うまい。この雰囲気もあんのか知らないけど、うまいぞ。最高だろこれは。なんか苦味が少ない気がする。お。うん。こんな感じ。ああ。いいね。ケルシュ。最後のクリスマスマーケットに乾杯。乾杯。イエーイ。やってみたかったんだよねこれ。乾杯。Something like that. I いいねこのノリノリになれる曲やねこれ。というわけで今から出船駅じゃねえなこれ、3回乗り継ぎあるんだもんね、はい、3回乗り継ぎあるんだけども、今からとりあえずその出船に行く電車に乗ります。ただいまの時刻11時48分、11時53分のこの電車に乗っていきます。意外と人がいるっていう。コンビニが全然ない代わりに駅とかに自販機が回って、スナックの自販機がよくあるんですよね本当に。さあこれだ。257円だっけ。乗りました。好きのを想像してたら普通に人いっぱい、普通に人いっぱいだよ。12時前なのに。今何時だい。4時4分。4時4分、朝の4時4分。おはようございます。おはようございます。一つ目の乗り換えです。真っ暗だよ真っ暗。なんて名前なのかわかんない。ケルシュ。今4時4分で、次ここ出るのが4時55分。電車自体はもうここにあるやつなんですけどね、これいつ中入れるようになるんだろうか。開いてないですよね扉がまだ。あそこ開いてんぞあれ。あれ開いてる。でもあっちは開いてないな。よう分からんぜ。まだかな。ということで海外のフルーツそれなんだコーナー。今回のフルーツはですねこちらです。これ日本で売ってさすがに売ってないよねこれ。売ってないこれね、なんか鱗みたいになってんの。削ったわけじゃないんだよね多分、おそらく。99セントだったこれ。中どうなってるのか全く想像つかん。これまずフルートなのか、どうしよう。芽キャベツとかだったらどう切ったらいいのかなどっからどういったらいいのかわかんない。縦に切るべきなのかこれは。こういってるか。ここ柔らかいな、アボカドみたい。アボカド柔らかいか。中に入った。全然人がいない。だって続きだ。本当に果物なのかなこれ。果物じゃない気がしてきたよ。ほお来たせーのほい。なんかキモいなんかキモいぞこれ。気持ち悪い。なんかキモいこれ何の匂い？なんかよくはないなんだろうこの匂い。いい言い方をすればカキ、悪い言い方をすれば足の裏の匂い。俺言おうとしてでもマサの足の裏はこんなもんじゃないからそれ何個分これ128個分ぐらいやばいなこれ食べるぞこれ。柿っぽい。でも美味しくない。甘いのなんかほんまに風味だけ甘いココナッツみたいな、なんか気持ち悪い。まずいぞ。あははは、またヨーロッパの列車の予約とか予約じゃないとかっていうのはですね、僕たちここ予約してたんで、もう多分この駅から降りる駅までの区間が座席の上に書いてあってですね、そこの区間はこの席予約されてるよっていうまあことなんですけど、それが書いてないとこは予約されてない席ってことで、こんな感じ。ここ書いてあるけどこっち書いてないみたいな。あと予約のあれも、予約されてる座席でも予約されてる区間以外の区間なら全然座っていいんで、僕たち今ここ後ろの席予約してるんですけど、本当はここのテーブル席が、ここのテーブル席予約されてなかったんで、こっち座ってもええかなっていうことで今こっちに座ってます。人もいないですしね。こんな感じで寝ています。笑ってますかね。夜分遅くに失礼しました。まだ着いたぞ駅に。これ何駅？わからんアウグスブルク。アウグスブルクって結構有名だよね。外の景色全く分からんな。もうやばいでしょ、普通に雪やん。寒すぎるよこんなの。これがアウグスブルクだ。Informationsweg von gestern Samstag, Approximation 50 heute circa. いつの間にか雪景色になってるよ。寒い。風がないのにめっちゃ寒い。これやばい、これやばい。寒い。この寒空の下30分待機ですか。なかなかですな。渋いなあなたの気温を教えてください。マサ、あなたの気温、はい、じゃん、マイナス3度。それ触っていいやヒュッセンは今の予定ではヒュッセン、わー、なるほど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 。うわっ、信じがたいなやばいぞ、見てやめる？やめようかやべえ、衝撃の数字が出ている。いくよ、せーの、パンってこれやばいでしょ、これ。明日の最低気温マイナス21度。やばいやばい死んじゃうマイナス21はやばい。でも晴れやね、これ。そう、驚くべきことが天気晴れになってるって晴れやのにマイナス21、どういうことよ。で最高が10、マイナス10やもんね、まず。うん、やばい。なんでこんな足だ、寒いのしかも晴れ